吉井家裕之ですただいま帰ってまいりました昨年末文部科学大臣政務官に就任しこの9か月間この超人大陸でもみんなに約束してきたさまざまな方策を具体的に積み上げそして船をしっかりと出航させて今再びこの情熱事業に 帰ってきましたこれが実はごくごく一部ではありますがみんなにこの超人大陸の事業で約束した法改正プランそれを具体的に省内の検討チームプロジェクトチームを作り積み上げそして船でさした功績の中の一部ですさてこの9か月間片時も忘れなかったのは やはり教育というものの向こう側にいる子どもたちそしてそれを必死に支えている教師たちの汗親たちの思いそれだけだったような気がします。とかく政府の一員になると支持率を上げるためにどうすればいいのか予算を取るためにどうすればいいのかそんなことばかりに奔走しがちになる中で。 しかしもし自分が本当にそうなってしまうなら議員を続けている意味はないだろうと自分に刃を突きつけながら日々を生きてきました2020年のオリンピック・パラリンピック招致もスポーツ担当の政務官として本当に世界を走り回り日本の良さをアピールした経験は自分自身のこの政治の人生の中でも生涯忘れることのない にになるといいううふうに思っていますそしてまた新しいスタートが始まりました先日伊勢神宮の式年遷宮に安倍総理大臣とともに参加してきました真っ暗な中ただ静寂に包まれ虫の音風の音 それを聞きながら心を澄まし沈黙の中に身を置いたおよそ3時間20年に一度宮大工の技術の継承そして大切な心の継承を目的としてもう1,300年以上も行ってきた伊勢神宮の式年、遷宮。その遷宮の、えー、式典の中でいろんなことに思いを馳せていました。 2020年2020の東京オリンピック・パラリンピック招致の決定そしてそれだけじゃなく自分のこれまでのことも考えましたちょうど20年前の今頃私は集中治療室のベッドの上で 血を吐き、痛みに悶絶していました。オートバイの交通事故で複数の内臓が破裂し意識不明の重体となって緊急手術を受けたのがあの20年前の秋の出来事ですあの事故から生き方や考え方を変えもしこの人生が未来へとつながるならば 誰かのために生きていこう大切に思えるもののために生きていこうそう誓いながら歩み出してから義家自身も20年という歳月を重ねましたその間母校の全国から集まってきた中大生不登校生たちと向き合いさらに日本中の涙や傷と向き合い日本中の教師と向き合いそして 日教育委員として教育行政と向き合いそして教育再生会議の室長として国家日本が公教育に対してどのような責任を負っているのかということと向き合い参議院議員としてそして今度は衆議院議員大臣政務官としてまさに教育一本で動いてきた。 その先に今新たなるスタートに立っていますいじめ防止法も成立し一つ一つ形になって進み始めているしかしまだ何かが変わったと全く思えていない例えば今日も土曜事業について来年度から教育委員会の判断でできるようにするという奨励改正これも 行ったわけですが残念ながら現場の教師は我々の負担だけが増えるだけだと子どもたちをどうしていくのかという論理ではない論理の中でたくさんの声を今日もこの事務所に届けてきました。俺から言ったのは自分たちのことを考えることも大事ですが我々は教師だからそれをすることによって子どもたちにどんなメリットがあるのかっていうことをまず最初に考えましょうと。 しかしそんな正論がなかなか伝わらない教育現場の現状がありますだからこそそれをその岩盤をしっかりと貫く意思を通さなければならないその新ステージが今であろうと思っています政府の一員の時はなかなか言いたいことがあっても言えませんしかし今後は一人の政治家衆議院議員の 吉家博之として今ある現実をしっかりとまたこの事業を通して発信していくことをお約束します臨時国会が10月15日から始まりそして高校無償化の見直し法案が出され議論していく運びとなりました民主党政権においては所得制限に関係なく所得に関係なく一律に 万円を公費からばらばまくとこの政策に対してまず所得制限をしっかりと設けて浮いた財源で本当に控除を必要としている者たちに給付型奨学金だったり公示間格差是正だったりという手当てをしていくべきだという法改正案が出てきますがそもそも国会で議論しなければならないのは財源をいかに使うかではなく 高校とは一体何なのかということをしっかりと議論すべきではないかと与党の立場としても思っています4,000億もの公金を投入するわけですから何かわからないものに税金を投入するなんていうのは全く無責任で義務教育は小学校中学校までならば義務教育を終えた高校というところは どのようなスキルを身につけてもらいどのような責任を学生たちにも付与していくのかということも議論しなければ本末転倒ただコーヒーを垂れ流すだけになってしまうような気がしますそもそも普通かというものがいかにうさんくさいものかということをもう一回考えた方がいい多くの人は普通っていうと なんとなくみんなと浮いていないから安心するような気がするしかし本来普通なんていうものはどこにもないしその普通というものが不自由な若者たちを生み出していることは事実だろう例えば工業高校就職率いいですよしっかり勉強した子は百パーセント就職します商業高校しかりしかし普通科は比較的お勉強ができるレベルの普通科の子は大学に行けます そうじゃない子たちは一体普通が出たから何ができるんだという中で就職さえままならなならいいような現状も存在しているそもそも普通なんていうものはなくて高校という場所はあなたがし責任を持って自分で選んで進学した場所で公費が11万8,800円入るならばそれを生かしてどのような自己成長を実現するかという場所でなければならないと。 いいう,うに思っていますだからこそ、この高校とは何か、これが臨時国会の一つのテーマになることは言うまでもありません。国際人権規約で決まっているからなんて、そんな足りけ本願な論点で物事を議論したら、必ずや影の部分がまた制度を飲み込んでいくというふうに思っています。ただコーヒーをつける ただ進学すればいい、そうではなくて、何のために公費をつけるのか、何のために進学するのか、そして進学した先に何があるのか、こういうことを今度は国会の議論の中で、しっかりとコンセンサスを得ていきたいというふうに思っています。この9か月間、やってきたことを繰り返せばきりがありませんが、しかしまず一番に皆さんに伝えたいことは、 教育再生は約束通り確実に動き出したということです念願だったいじめの法律ができ今ガイドラインがいよいよ出来上がり全国の教育現場に落ちていきます同時に教育委員会制度の抜本改革これも中央教育審議会で議論していますがこれも法律案として来年度の来年の通常国会にかかる運びになっていますさらには学校教育法の改正 教育公務員特例法の改正あるいは教員の定数の問題新時代に向けた在り方の問題英語教育の問題あらゆることが同時多発的に来年再来年、年再とかかっていきます大切なのはそれをただ見過ごすのではなく「よしえそうは言うけどここの部分おかしいんじゃないのかそうは言うけどここをちゃんと支援すべきじゃないのか」こういうい 国民的議論が今教育を前提として起こっていかなければならない時期なんじゃないかっていうふうに思ってます。例えば教員定数の問題がまさにその象徴なんです。義務標準法、先生方の定数を決めた法律というのはどん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 子供が増えていって町が大きくなって学校ができていって先生方が足りなかった時代に どうやって先生方を増やしていくかということを目的にして作られた法律なんですそしてその法律が現在にもつながっているわけですしかし時代はあの頃と全く違いますどう党配合を進めていくか超少子高齢化の中でどのような先生方が職責を担い合っていくかということを議論する新しい時代になってるんですね つまり過去の時代に作ったものを否定するわけではなく新しい時代に即応した法律や制度というのを現役世代が中心となって具体的にしっかりと発信して作り上げていかなければならないとその意味では国民的議論の下で一つ一つをこれからはオープンに今まで議論してきたこれらの項目を皆さんにオープンにつまびらやかにした上でいろんな意見を たまりながら前進させていいいきたいと思います教育再生を行うのは文部科学省ではありません。教育委員会ではありません。自由民主党ではありません。この日本を憂うすべての人々が今こそ教育再生のために具体的な議論をしていかなければなりません。今回、ようやく情熱事業が再開し、皆さんと共に、 共通のテーマを考える機会が再び戻りました。ぜひともに激論を交わしましょう。一方的に俺が発信するだけじゃなく一方的に匿名の発信を受けるわけではなく毎週格論に本質に迫ることを発信していくのでぜひ忌憚なき議論を巻き起こしあるいは事件を巻き起こしながら 教育再生をともに前に進めていきたいと思います教育再生の当事者はあなたですそして私でもあります再開した授業これからもまたよろしくお願いします